あ、惜しい。 SAO 会？目が覚めた。お、ゴミ捨て。うん、ゴミ捨てか。また反応しないところでブロックしたの。ちょっとブロックなんて無駄だよ。言うことを聞け。今日配信トラゲのチョイス完璧だね。今日完璧だね。リコちゃんの寝室のゴミちょっとチェックしていいかい。やめろ。おっとこんなに抜け毛落ちてる。やめじゃないか。行こうかリコちゃん。一緒にゴミ捨て行こう。一人で。引っ越してる来てるんだ誰かが。あ、朝からゴミ捨て。おはようございます。警察がなんでこんなことしてるのか。いやただのボランティアですよ。おっとそのゴミはゲートをすぐるくんかな。おっと私のことか。危なーい。このマンションに住んでらっしゃるんですね。なんでわかったんだよ。キッシャー。これがストーカー。こいつも怪しいね。おらよこっち見んなよ。いやじゃね。捨てた。持ってくれた。リコちゃんのゴミ袋発見。リコちゃん返せ。この主人本当にどうなってるんだい。面白いやつしかいないよ。どの口が言ってんだ。やばい、あとちょっとで着くよ。玄関まで行くから家の中に持ってて。ペース着いた。来たよ。来たよ。大丈夫？うん、ご飯食べに行くんだ。カフェじゃん。一緒だ。本当だ。ちょっと待って。え、全く一緒じゃないこれ。閉店事件だ。何するか迷ってるんだよね。ちょっとブラブラしながら待ってて。とりあえずこいつらから飯を。遅い子が好き？いや、私はどちらかというとちっちゃい子が。ロリコンじゃねえか。小さい方が個人的には興奮するね。師匠発作。ああ、そういう感じ。いいじゃん。で言うとね、見える子ちゃんだねそれも。なんか扉開いてる。おい、うるさい。扉の中、配信に入ってるよ。伏黒当時が後ろで扉開けたっぽいね。あ、大丈夫だよ。だって、乙骨の配信だからいい。ほら。じゃあ、ハッキングとかは昨日配信で何したか覚えてる。このやつだね。あ、上じゃの。このね。絶対それじゃん。よー。URL はね、踏んじゃダメってよく言うからね。これ下の方がいいのかな。何か問題があるの？メッセージ。あ、送ったゲーム配信を続ける。なんか変なのがいる。なんかめっちゃ見てるんだけど。なんかめっちゃ見てきてるやついる。近い。え、何？近い。近いぞ。近いよ。あ、見てるんだけど。見てる。うわ、リスナーじゃん。セルナリナ見てる。セルナリナ。え、やばい。行くへん。ゲーム自体が大丈夫そうなら配信続けた方がいいかも。誰がこんなこと。そうね、あまりそういうのは考えない方がいいよ。深く考えても何もならないよね。何もならないかな。いやー何もならないかなこれ。あの彼氏と別れたんだったっけ。他にも何かあったら。でも動き出したぞ。怖い。何後ろ。首やめろよその動き。怖い。そんな今の首の動き。この女性も呪われてるね。すぐるだったら後ろ見えるでしょ。まあ私だったらリコちゃんが いたらもう270度ぐらい視界広いから。怖すぎるんだけど。草食動物と同じぐらいの視野持ってるよねリコちゃんの気配がするよ。ん、あ、配信の時間だ。あの顔バレしないように、まあ、トイレでしょ。トイレ。家が壊れとるのか。ドライバーがどこかにあったような。ちょっとでバレそうだ。誰が入ってるんだ。マジこのままリコちゃんが私の入ってるトイレに来てしまう。こんなところに。こんなとこに。急にお腹が痛くなってしまった。今朝食べたサーティワンアイスクリームの食べ過ぎから。なんかホッピングシャワーなんてらじゃん、それ絶対違うよ、ラブポーションさん。ああ余ってんじゃねえかよ。もしかして、怖がってる。大丈夫だよ、私たちがいるからね。お前が一番怖い。私は安全だって、リコちゃん、大丈夫。髪の毛食うし。それは髪の毛食うとか、お前ゴキちゃん。そうそうそう、君を不快にさせるつもりなかったんだ。すまない。甘ないみたいに言わないで。
昨日のゲームの続きをやっていくぞ。なんか女の人を警察に捕まらないように助けるゲームみたいじゃん。あ、犯罪者側なんだね。すぐる側だ。なんで私が犯罪者なの？ちょっとタトルやめてよ。視聴者が勘違いした。あ、いた。あ、クリアできた。あ、クリアだね。今回のステージはここまでみたいじゃん。前回と比べてゲーム性があって面白いか。なんだ。面白い。それじゃあ今日はクリアしたので終わるぞ。疲れた。疲れたじゃん。お風呂でも入ろうかな。友達にできないでしょ、その子。学校で普通に喋ってるもん。これまさか天内の入浴シーンってこと？それは見逃せないね。じっくり堪能させてもらう。そのことを偽って人様からお金巻き上げてるんでしょ。めっちゃ嫌なお母さんなんだけど。お母さん嫌すぎるだろこれ。偏見の塊じゃん。やばい。スタバとか閉めるよ、行くもんね。いい鏡に前に立ってもらっていいかい？なぜそのアングルなんだい？大丈夫これ。おい。なんか傷跡ない？何の傷跡？だいぶ特殊な傷跡だねこの形。確かに。さすがにすごいな。この辺よ。あ、開いてる？開いてる。いや怖すぎる。消えた。さあ、そうか。渋谷事変なら猫ちゃん事変。サトル今日は10月31日？全然違う。なんか次だよ。なんか怪奇現象が起きてるみたいな。この家を調査しないと。